動画見て頑張ってるけど、なかなか痩せん。何したらいいかもわからん。そういった方におすすめな、下半身と痩せ筋がある背中。これを同時に使うことができる2種目を紹介していきます。1種目5回です。1個の筋肉を使うだけよりも、たくさんの筋肉使う方が効率がいいですよね。効率よく効くメニューっていうのが、痩せるために必須メニューなんです。痩せにくいよっていう人の多くは活動量がやっぱり少ないんです。食事を管理しながら運動するっていうのはなかなか困難なんです。だからできるだけ運動を増やさなければいけません。一番最後にとっておきな万歳する腹筋を紹介してます。最後まで頑張ってください。1種目5回を2種目続けて3回繰り返します。足を肩幅より少し広げます。縦向きにします。前の膝少し曲げます。手は腰、前かがみになったら体を戻します。一往復一呼吸、呼吸を意識して5回です。スタート。1、体しっかり戻します。2、前足で床をしっかり踏んで。3、前のもも裏、お尻に効いてればバッチリ。5、OK。反対も一緒です。あと1、後ろ足をしっかり伸ばして。2、胸張ったままです。3、前足にしっかり体重乗せて。4、ラスト5、 OK です。今度は膝の上に手を置きます。ここでしっかり低くなることでステッキングポイント、お尻に効くポイントがあります。ここで肘を曲げて肘を伸ばす、手で膝を押す感じで背中も一緒に動かしましょう。5回いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、OK。背中がちゃんと動いたと思います。2回目いきましょう。あと、1、2、もも裏効いてますか？ 3、できるだけ胸を張って肩甲骨を寄せたまま。4、5、OK。反対いきましょう。OK。 それでは2回目です。シコスクワットいきましょう。息吐きながら肩甲骨をして。1、しっかり手で膝を押して。2、できるだけ低い位置。3、4、背中、二の腕、お尻全部鍛えてます。5、よし、 OK。 じゃあちょっと体をブルブルしていきましょう。よっしゃ、ラストです。いきます。スタート。1、2、5、よっしゃ、 OK。 さあラスト、よっしゃ、あと1、2、3、4、ラスト5、OK。 じゃあシコスコラストです。膝持っていきましょう。スタート。1、しっかり背中を押して。2、3、少し、シュッ、ラスト5、よっしゃ、 OK。 さあ最後は腹筋。
やり方は簡単。座った状態から手を伸ばしてゆっくり腰と一緒につけていって寝ます。そのまま手を振りながら起き上がります。起き上がるの辛い人は肘ついて起き上がりましょう。降りることだけ意識です。できるだけゆっくり5回、息吐きながらです。行きましょう。スタート。腰ついたとこで手を万歳、ゆっくり背中つける。1、ゆっくりゆっくりゆっくり。3、腰を丸めながらゆっくり降りて。腰がついたら手をゆっくり上げていく。ラスト。足つけてここで止まってみましょう。ラスト10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よっしゃ、 OK。この腹筋をあと2回やったら終わり。辛い人はね、そのままバタンと落ちてもいいです。できる人はキープ。いきましょう。ゆっくり1、手を振りながら上がる。ながら2、4、降りることだけ意識して。ラスト5。腰ついたらここでバンザイキープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うわー、いって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 。はぁ、あともう1セットで終わり。さあ頑張っていこう。ラスト、ゆっくり1、疲れてきた時ほどゆっくり。できるだけゆっくり。3、4、ラスト、最後キープ。最後キープ20秒。頑張って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。うわー、13、14、15、16、17、18、19、20。うわー、入ったー。うわー、3種目、これスペシャルメニューになってますんで、動画を見ながら毎日できる人やってください。確実に痩せます。頑張った人はコメントください。